脱獄ごっこは、ユーウムから配信されている人道と脱出ゲームを組み合わせた非対称対戦型のスマートフォン向けオンラインマルチプレイゲーム。ベータテストを実施した後に配信された。軽ドロと脱獄ごっこと 5VS 五とチャンピオンリーグがある。基本無料でプレイできるが、有料の課金アイテムが存在する。2019年6月25日に提供開始。脱獄ごっこは、 人道都市民に分かれて勝敗を競う。マイゼンシスターズとの企画により開発された。6つのモードがあり、脱獄ごっこ、軽泥、5VS5、チャンピオンリーグ、プレイグラウンド、一人で練習から遊べる。脱獄ごっこは定期的にアップデートを配信しており、アップデートには新シーズン、新マップ、新イベント、新武器追加などがある。 2021年4月28日に600万ダウンロードを達成し、同年9月6日に700万ダウンロードを達成した。試合は10人のプレイヤーで行われ、赤チームと白チーム各5人に分かれて進行する。5つの拠点があり、拠点を制圧することで様々なメリットをもらえる。制限時間は10分。倒すか、倒れるとリスポーン時間が長くなる。 勝利条件拠点を制圧することのメリットその他、ルール脱獄ごっこの人道の有利バージョン。勝利条件は脱獄ごっこと同じ。プレイグラウンド機能を使うと、部屋番号を教えて、友達と一緒に遊ぶことができる。軽泥の一人バージョン。人道チームとして遊べる、練習用モード。スキンには、期間限定で販売されているスキンといつでも購入できるスキンが存在する。 しかし、期間限定のスキンでも一部のスキンはガチャを購入することで手に入れることができる。また、デフォルトのスキンだけ無料で使用できる。がついている項目はガチャで入手可能なスキンです。ガチャではもちろん入手はできない。プレシーズン中も販売ではなく、レベルに応じて無料で配布されていたレアスキン、ガチャではもちろん入手はできない。シーズン1中も販売ではなく、 無料で配布されていたレアスキンまたプレシーズンやシーズン1に無料配布されたスキンはシーズン1以降に始めた人は再配布を求める人が多くいるが現状は再配布はされたことがない250円860円2020年11月にフレンドやパーティなどソーシャル機能が追加された同年12月にはプレイグラウンド機能が追加された フレンドになるとパーティーに招待して同じ部屋に集めることができる。フレンドになる方法は以下の通り。アクセサリーは6種類ある。リュックキャラクターの背中につけるアクセサリー。無料で入手可能なものもある。パンチキャラクターの手につけるアクセサリー。パンチには右手、左手につけるアクセサリーが存在する。両方つけることも可能。ガチャの報酬で入手できる。エモートは キャラクターがダンスをしてくれる機能。無料で入手可能なものもあり、満開ダウンロード記念の際にも配布されたりする。しかし、エモートを使って倒れてる人に連打すると煽り、行為になってしまう。2020年3月にガチャ機能が追加された。2021年6月5日、現在5種類のガチャがある。ガチャを購入すると所持していないレアなスキンを、 ランダムで入手することができる。一部のスキンは重複で、レベルアップする。シングルガチャ一つのスキンを入手できる。490円で購入可能。5連ガチャ5つのスキンを入手できる。エピック以上のスキンが確定で入手できる。2440円で購入可能。10連ガチャ10つのスキンを入手できる。エピック以上のスキンが確定で2つ入手できる。 4900円で購入可能。購入すると D チケットを一つゲットできる。ガチャで入手したスキンには4種類のレアリティが存在する。レアリティが高いとスキンを入手できる確率が低くなる。ガチャを購入するとスキンのレアリティに応じてシーズンポイントをもらえる。シーズンポイントが一定数貯まると報酬をもらえる。シーズンポイントや報酬はガチャの種類で分かれている。 D チケットを2枚使うと、特定のスキンをレベルアップさせることができる。ガチャで入手したスキンを一覧で見ることができる機能。まだ入手していないスキンも見ることは可能だが、スキンのレアリティなどの情報は見ることができない。バトルパスを購入すると、そのシーズンに関連したアイテムやスキンをゲットできる。特定のレベルに達成した時に報酬を入手できる。ノーマル既存レベルからスタートする。 そして、スキン、エモート、リュック、ガチャチケット1枚、D チケット1枚、こちらは1枚のみで、価格は980円。クイックレベル80からスタートし、D チケットもおまけで1枚もらえる。そして、スキン、エモート、リュック、ガチャチケット1枚、D チケット2枚価格は2440円。ガチャチケットを使用すると、無料でシングルガチャをすることができる。 バトルパスなどで手に入れることができる。10枚貯めれば10連ガチャをすることも可能。ガチャチケットは入手した端末のみで利用可能ランキングは脱獄ごっこのキル数や勝利数などの成績をランキング形式でまとめたもの。近くの順位の人やトップランカーというトップ25のプレイヤーの情報を見ることができる。 トップランカーは脱獄ごっこのランキングのトップ25のプレイヤーのこと。トップランカーには特に報酬はない。2021年2月8日のアップデートで種目別の他期間別にランキングを見ることができるようになったが、ランキングがすべてリセットされた。また、ランキング画面のデザインも変更された。このアップデートにより、プレイヤーのフレンドコードが表示されるようになった。 しかし、実際のフレンドコードは0から F までの16桁であるに、対して上12桁までしか表示されないので、フレンドを申請することはできない。仲間に攻撃したりするなど、敵にとって有利なことをすること、及びその人々。脱獄会隅ではその行為は人道を外れており、する人は最低な人だとまで言われている。ただ、運営によると、プレイ方法は自由であり、 それもエンターテイメントの一つであるといった内容の発言をしている。これの上位互換はチーミングである。マップ上の木をテクニックを使って高い位置に移動すること。モサや上級者の人は簡単にしているがかなり練習しなければ簡単にはできない。フレンドでチームを組み、野良の人を三人でいじめること。脱獄ごっこのモードの一つ、プレイグラウンドの略。マップ。 グリーンビレッジの略。武器のダメージが多重することを表す。通常より多くのダメージを与えることができ、多い時には8倍以上になることがある。ロケランなど、壁や床などに二重に当たることから発生するバフで、あるが、人狼やレーザー型などの近接武器などでも生じる、場合もある。見せるためだけのスナイプ方法。例 DS、QS、FS、DFS。 脱獄ごっこの実況者の中で作られるクラブ。クランの中でもリーダー、メンバーがいる。クランのリーダーは、相手を倒す、瞬間の動画を編集で再構成した、キルシューを投稿したりや、他のクランのメンバーと戦う、交流戦をしたりする。脱獄ごっこの開発者。一周年記念性配信で、ファッションセンスがあまり良くなかったため、ネタにされ、突火軍というチームまで生まれてしまう。 脱獄ごっこの実況者等で構成されるチーム。クランと大体同じだが、クランと区別化される。パンチ正義の拳。ドアを開けることができる。人道棒その名の通り人道しか使用できない、近距離武器。高い攻撃力を持っている。ゲーム内での表記は人道だが、脱獄ごっこ界隈では人道棒と表記されることが多い。変身自分が選んだプレイヤーに変身することができる。 人道専用。足止めトラップ相手が動くことをできないようにする。見えない罠。シャボン銃武器の弾丸がシャボン玉になっていて、どんどん膨らむ。相手に当たると大きくぶっ飛ばす。グレネード爆弾。すぐに爆発する。とても高い攻撃力がある。水鉄砲水を勢いよく発射する。遠くの敵を狙撃することができる。 インパルス G この武器を使用するとみんなを吹き飛ばすことができる。吹き飛ばされても自分はダメージを受けない。また自分の弾に当たった時足元に青色のエフェクトがつくようになりそのエフェクトがついている場合には落下ダメージを受けない。移動にとても使える。ラケットパンチよりかなりダメージを受ける。人狼と同じダメージを与えることができる。 腐食周囲を腐らすガスを発生させる。ガスに触れるとダメージを受ける。クラッカーリボンをばらまく武器。相手に当てやすい。レーザー等レーザーを回転させて切る武器。使用中はこくわずかに上昇する。移動にも使え、使い勝手のある武器。人間大砲一気に発進できる大砲のような武器。大砲に触れるとダメージを受ける。移動にも使える。 ラッキーボックスこの武器を使用すると、ハテナブロックのような箱が出現し、箱に触れると爆弾が出るか、回復アイテムが出現する。また、確定でクリティカルを受ける。連射グレネードランチャー2021年6月のアップデートで追加された金庫の黒いケースから手に入る武器。グレネードの連射できるバージョン。3回のみ、使用可能でリロードはない。 上昇装置2021年6月のアップデートで追加された金庫の黒いケースから手に入る武器。バネのようなアイテムを作成でき、バネに触れると大ジャンプをすることができる。2回使用可能でリロードはない。角マップに1つずつ用意されている。宝箱から稀に出てくる鍵をゲットして金庫を開けることにより扉が開き、体力を少しだけ回復することができるコインや、 特別な武器が入っている黒いケースをゲットすることができる。しかし、倒れている時でも体力を回復し復活することができることができるため、人狼が倒してもすぐ市民が復活してしまい一部のユーザーからは嫌われている。また、金庫が実装されてから脱獄国庫をプレイするユーザーが減った。そして、バージョン点一三例のパッチで削除された。各マップに 複数用意されている。レバーを押すと特定のイベントやアクションを起こすことができる。また、グリーンビレッジやリバービレッジには用意されていない。パンチをすると流す音が流れる。大きいトイレでは中に入ると別の場所にワープできる。特定の場所から別の場所に移動することができる。リバービレッジに一つだけ用意されているが、天国への階段では複数用意されていた。 高いところから低いところに降りることができる。各マップに一つずつ用意されている。マップは4種類ある。マップの数が増えたり減ったりすることはないが、マップが変更されることはある。2021年1月に天国への階段がホワイトタワーに変更され、2021年6月に新脱国がシャークシップに変更され、2021年8月にホワイトタワーが リバービレッジに変更された。緑のたくさんある村のようなマップ。プレシーズンから使われている最も古いマップ。アスレチック要素がたくさんあり人気のマップでもある。2020年3月に実装されたマップ。豪華客船をモチーフにしている。2020年9月にマイゼンシスターズのマインクラフトのマップをモチーフにした新脱獄に変更されたが、 2021年6月に復活した。2020年1月に実装されたマップ。南国のビーチをモチーフにしている。2020年5月に天国への階段に変更されたが、2020年10月にリニューアルして復活した。2021年8月に実装されたマップ。雰囲気はグリーンビレッジに似ているが、段差がかなり多い。2021年8月に、 ホワイトタワーがリバービレッジに変わった。プレシーズンシーズン1シーズン2シーズン3シーズン4シーズン5レベルは最大100レベルまで上げることができる。バトルパスを購入すると最大9999 99レベルまで上げることができる。経験値はゲームプレイで入手できる。脱獄ごっこではゲームを改ざんして不正な行為を行うチートが問題視されていた。 具体的には、武器を無制限に使用できるようにしたり、高速移動したり、空中浮遊できるようにしたり。2021年9月現在は、チーターは滅多に遭遇することはないが、特に午前0時から5時までの時間帯に、チーターは登場する傾向がある。2021年9月現在は、チート対策が行われ、チート行為は簡単にできなくなったが、 新たなチートスクリプトを開発し、それに応じて運営が対策するといういたちごっことなっている。中には、チートや無料課金を可能にするプログラムを配布していたりする人々も現れている。2020年9月には、脱獄ごっこの1周年参加型イベントが行われたが、チーターが登場していたため、現場の空気が凍りついてしまった。ありがとうございます。